S, S 型エンジンは、トヨタ自動車製、水冷直列4、気筒ガソリンエンジンの系列で、R 型エンジンの後継機種として登場。本項目では、その第2世代目について述べる。初代については、トヨタ S 型エンジンを参照。市販車では、FF 開向の整理下、カリーナ、コロナやカムリ。 ビスタなどをはじめとした1980年代後半から2000年頃までの C セグメント、D セグメント車種に幅広く搭載された。また椅子型の中鉄製シリンダーブロックは十分な強度を有していたため、モータースポーツ用のベースエンジンとして F3 やスポーツプロトタイプカー、ツーリングカー、WRC ラリーカーなど様々なジャンルで採用された。1SU1S ルー 1S。 イルセントラルインジェクション初採用エンジン 1S イル 2S イル 3SFE3SFE エンジンハイメカツインカム初採用エンジン 103kW 6000rpm 118kW 6100rpm 186nm 4400rpm 221nm 3300rpm 初期モデルではディストリビュータを使用していたが ダイレクトイグニッションタイプに変更になる。ヘッド形状により、オイルスラッジが非常に発生しやすい。3S フズトヨタ発のガソリン直噴エンジン、DE-4 弁式、VVTI の初搭載エンジン 3S、ゲルデュアル VVTI 初搭載エンジン 3S、GTE4S54SFE5S、FE 自家4エンジンにしては、排気量が大きいため、この形式のみ、 バランスシャフトを搭載している。ありがとうございます。